皆さんこんにちは。せーの、クリックミーアイです。ミーアイの皆さん入られます。こんな普段は絶対着ることがないような素敵なドレスを身にまとってこう撮影できたことがすごく楽しかったなっていうふうに思って、うん、みんなそれぞれ形も違うので、うん、アクセサリーだったり髪型も違いますし、そういった点でみんなのこの新鮮な姿を見れたっていうところがすごく嬉しいな、楽しかったなっていうふうに思います。よーせーの、せーの、名前にもある通り、特納っていう名前通り、特別の方みたいな本当に特別の方で、私自身すごくあのミルクの味が、うん、確かに、うん、そうなんですよ。いろんなミルク味のものを食べる機会が多いんですけど、もうダントツで一番の美味しくてお気に入りになりました。すごい癒されたので、うん、食べてて、なのでちょっとお仕事中とか一息つきたい時とか、うん、疲れた時にポッて口の中入れたら疲れも吹っ飛ぶんじゃないかなっていうふうに思います、うんうんうん、そうですね。じゃあみゆちゃんを言おうと思うんですけど、みゆちゃんは結構真面目キャラといいますか、勉強もできて、うん、ダンスも歌もできてオールラウンダーって皆さん思っていると思うんですけど、思っている以上に私の中では一番可愛い、うん、なってたんですか、意外と隙がある、たまに出る、そうなんですよ、隙が結構あって、そのたまに出る可愛らしさがとんでもない衝撃感を本当に胸に刺さるくらい、そう、なんかあざとい、あざといじゃん、なんか初めて可愛いの、本当に狙ってるわけじゃないんだけどみたいな。これはなんかあんまテレビの前とかこういうカメラの前では見れないので、私たちの特権でもあるんですけど、いつか見ていただけたらなと思います。だからイチゴミルクなのかな、キュート、だからイチゴミルク、二十歳になりました、うちの石井蘭。二十歳になりました。これが本当の石井です。石井蘭、自己紹介してみます。はーい。マイナーだけで一番英語できない。でも、ポテンシャルはありますよ。お習得しちゃえば、うん、もうね、巧みにやつ、うん、イングリッシュになっちゃう。イングリッシャーになっちゃう。覚悟できてますか、桃の世界に進出しちゃいますよ。覚悟できてますか、覚悟できてんの、やあなたはまだ本当のモーナーを知らない。本当のモーナーを知らない。この動画を見てくださっているユーミンの皆さん、本当にありがとうございます、はい、私たちこういった素敵な衣装で CM 撮影頑張ったんですけど、ぜひ見ていただけたらなと思います、はい、特納ミルクも3種類味があって、私その中で塩ミルクがお気に入りなので、絶対皆さん全種類食べてください。お願いします。お願いします。お願いします。最高の、最高に盛り上げていきたいなと思います。本日はありがとうございます。